さあ本日ですね、皆さん大会お集まりいただいたんですけれども、はい、どんな大会かちょっとまだ言ってなかったと思うんで、もう先に言おうかなと思ってます。はい。はい。先に分かるんですね。はい。今回の大会は、はい。はい。クソブキ、クソ捨て、クソギア大会。なるほど。なるほど。なるほど。そうきましたか。はい。この皆さんにね、大会に参加してもらうときに、あのエントリー用紙あったじゃないですか。はい、あれにですね、うん、クソ武器、クソ捨て、クソギア書いてもらいましたよね。はい、書いてたな。皆さんの書いたそのクソ武器で今回参戦していただきます。そしてまああのクソ捨てですね、要はステージとルールで、まあ、あのクソみたいな組み合わせがあるよと皆さんがこうおのおのにこう言っていただいたものも、まあ、各チームからちょっとそのいい塩梅に私がこうピックアップして、まあ、クソ捨てで戦ってもらうと。でなおかつ、クソギア、皆さん申請していただきましたよね。それもマストでつけながら戦ってもらいます。なるほど。ギアってどんな感じですか？え、俺持ってたかな。あ、そう、あのアルファブロックとベータブロックで AB と CD で分かれてやって、勝った、まあ、3戦で、まあ、2勝以上したチームがお互い決勝で戦うって感じです。すごい。これ強い武器とかも聞かれてたのは、あれ完全にフェイクっていうことですか？フェイクじゃないですか。全く使わない。それ使いたかったですね。そうなんですよ。同時にね、強い武器とかもいろいろ聞いてたんですけど、完全にフェイク。でも頑張りましょう。さあ、よろしくお願いします。記念すべき第一戦始まろうとしております。どのぐらい、今回のクソスターは、ホテルニューオータムのガチエリア。クソだな。あ、武器クソだ。すごいぞ。やばくない？おい、これやばいな。すごい取られそうなんですね。ほら、皆さん上の8つ見てください。これ着地4枚をどういう構成なんこれ。着地4枚すごいことになってる。さあ、これハイドラはけどちょっとやれんちゃうかな。だいぶ、うん、だいぶやれそうな気がする。3回でしたっけ。ちょっと使わなすぎて武器の情報。さあ、いいぞいいぞいいぞ。さあ、着地だ。さあ、ちょっと待ってちょっと待って。こっちのチーム全員スーパー着地だ。なんということだ。エリアなのにもかかわらず全員スーパー着地だ。これなんだこの 4K がぴょんぴょんしてる右で。おお、うまい。おお、うまい。クソ武器を使いこなしている。まあ、ハイドラのねメイン自体はねそんなに弱くないんで全然。やばい、塗り。あ、そうですね、相手塗り、これちょっと強いな。相手のモデラーが2枚いるんでエリアはちょっと強いんですよ。うん、これさあ、これ着地なんの、なんのなんかちょっと、あやっぱハイドラっていうかスピナーがチャージャーに対して弱いんですよね。まあ今ねちょっと着地履いてからやっぱ動けんかったね。うん、やっぱハイドラ無印といえばそういうとこあるから。あ、ごめんなさい、変な着地。うん、着地は割とねやっぱこう前でゴリゴリ戦う武器についてるのがやっぱ相性いいんやけど、なぜかハイドラについてるっていうね。そうやな、その辺がクソポイントやな。お、すげえ、リベンジが発動している。あ、リベンジ発動してる。なんだこのギア。見える。どういうギア。初めて使ったの。まさかの。まさかのクソギアがここで生きてきた。リベンジの相手の姿が見える。うわー、自分で行かせて。さあ、さあ、打開できない。さあ、打開できない。一人、そいつは死んでるぞ。さあ、どうだ。さあ、ちょっと、あーっと、打開してんだ。あ、これちょっと他の人見ていこう。さあ、どうだ、さあ、どうなる、さあ、どうなる。さあ、抜かれた。握り、そう、ちょっと普通にそいつはうまいぞ。そいつはうまい。どうだ。さあ、やられている。さあ、やられているぞ。ただ、やられているんだが、やられているんだが、エリアは。ゼロキルです、自分。さあ、打開されてしまったんで、ちょっとここからもう一回打開ですね。やっぱりあの人 X か。さあ、打開なんですけど、こっちのチーム全部着地なんで、ちょっとだいぶ大変。さあ、これ突っ込んで着地履いたが、さあ、その後どうする。その後どうする。さあ、その後、さあ、ここで着地を履いて、おー、ボムを消していくが、さあ、これはちょっとしない。さあ、ガーリックボムが来てる。あーっとやられちまう。ちょっとうまいぞ、このソイチューブ。うまい、めっちゃ見えるリベンジ。そのチューブ、このソイチューブうまいぞ。4枚弱すぎる。おー、やってるやってるやってる。やばい。さあ、着地4枚が弱すぎるという声が聞こえてるが、さあ、打開がだいぶ苦しい。打開ができない。塗り切れないぞ。メインでキルが一切取れません。短い。確かに。やばいやばい。さあ、どうする。さあ、どうする。相手の塗りがこっちが弱すぎる。さあ、1キルだぞ。朝はやられてるが、朝これちょっと塗り間に合わそうだ。塗り間に合わそうだ。塗り間に合うか、間に合うか、間に合うか。おお、マリアくん切るまで。おお、間に合った間に合った。着地履いてすぐ死んどるから。やばい。さあ、1カウントだ。相手1カウント。さあ、もう一度だから
一生高いのターン苦しすぎる頑張ります。おお、やってる。1キル取った。さあこれは高いの、ちょっとこのおきっかけに、おおきっかけだって、これ逃げるの逃げる。おお、ここでさあここでクソブキソイチューバー無印を使いこなしてきたぞ。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。おなんかって、いいねいいねいいね。さあここでね、やっぱり着地なんで抑え込んでいかないとね、あの打開が苦しい分やっぱ抑えてから、ダーッと抜かれてる。さあ敵がうまい、敵がうまい、敵が言いますね。さあボールの無印だこれは。飛びます、はい、飛んでください。さあ飛んできた、右大丈夫そう、左がいっぱいいますね、左いっぱいいる。さあ右は一人いるぞ。さあ大丈夫か、こいつ来た、こいつ来た、着地、あー変われない。さあダメだ、あーやれてる。さあ着地、おーっと1キル取ってる。さあこれどうだ、さあこれどうだ、羽田きしてる、羽田きしてる、あーっとこれ残されてば、あと1分、さああと1分で打開し直して、スフィアに対抗できる、ノックアウトまで持ってくるか。どうやってスフィア VS ソイチューで勝てればいいんだ。無理な気がする。塗る手段が着地しかないからな。いやそうなんだ。そうそうそうだよ、敵を2人で合わせていって塗るしかないんだ。そうだよ、塗る手段がね着地しかないからね、打開がしんどすぎるっていう。まあ、あ、やってるやってるやってる、初めて、あの一番強いんで、一番強いんで、あの今さっきね死んだソイチューバーが一番厄介なんで。さあいいよいいよいいよ、そこで押されるか。さあ白天の展開か、めっちゃ接戦になってる。さあどうだ。50秒足れる、めちゃめちゃいいぞ。右お願いします。よくないよくない。さあちょっと右見るか、当たんな。さあ右はソイチューバーとリッターの一騎打ち。任せ。すごいぞこれ。あ、弱は着地。お互いが思うクソブキ対クソブキの対決。でもでもカウント。さあ残り10秒だ。さあここでちょっとキルを入れていかないと抑えが来た。あーっと塗られてしまう。さあこれはしんどい。さあこれはしんどい。さあこれはしんどい。あーっとこれを返せるか返せるか。あーっとこれはダメだ。ダメだ。あー最後見事な着地狩りをかまされてゲームセットでしたねこれは。スフィアとかボムピに対抗するしかないメインでキル取れんか。いやけど意外と白熱したら着地4枚にしたら相当頑張ったじゃん。着地が唯一の絶望的な塗り手だ。うわーすごい、ボールの強い敵のソイチューバーとんでもないことになってるやんキル。よっしゃ行くぜみんな、頑張ります。さあ、2戦目はですね、はい、ガチアサリ、タチウオパーキングというクソ捨てになりました。じゃあやったらけんな、もう。1戦目はね、A チーム勝ったんで、これで A チームが勝ったら、アルファブロックは A チームの勝利ですね。もうなんなんこのソイチューバーとかいう武器、まず見た目がダサいね、ほんと。見た目がダサいわ、余計。悪口当たるわ、それは。やめたれ。やめたれ、それ。もうちょい見た目良かったらさ。見た目はかっこええやろ、せめて。俺割と嫌いじゃないぞ。ほら、ドクター中松も今悲しんでるよ。やめてやめてやめて。このクソにやったんじゃないか。いやー、ちょっとね。ここね、ここマジで、ちょっとね、結婚ステージなんですよ、ここ半分。マジで。これね、上から見てもらうと、あの、ゴールからね、リスポーンの位置が遠すぎて、デスした時にね、防衛に行くまでにめっちゃ時間かかるっていう。飛びます。はーい。これもう立ちをデスお前から頑張って気をつけてな、みんな。これはだいぶクソステやと思うよ。クソ武器でみんな倒したるわ、ほんまに。めっちゃ関西弁の人いるよ。クソ武器で。ほら、ほんとクソ武器。あーもう来てる来てる、転がれ転がれ、お前ー3丁で2発やれないとか。どうだ、これは B チームがちょっと押してるか。B チームがちょっと押してそうだな。ほんまに B チームがちょっと押してるのか。あ、こちらだこちらだこちら、相手も雑魚武器や、みんな。あ、さあ倒した。さあ B チーム先制したのは B チームだ。あ、やべやべやべ、おー強いぞ強いぞ強いぞ。さあどうだ、さあどうだ、やべやべ、相手もクソ武器や、みんな。いやークソ武器、そや。さあクソ武器対クソ武器、全部クソ武器だ。さあけどガチアサリにおけるプロモデラーはまあ、お前、まあプロモデラーがねやっぱりあんまり強くないんちゃうかなと思うんで、だいぶ苦しいところではあるよね。おお、ただ反撃反撃、ああ、カントレーションカントレーションした。さあどうだ、ハイドラ、ハイドラ左上いるから気をつけて。オッケー、はい、ハイドラが、おお、ハイドラが見てる、ハイドラが強そう、ハイドラが強そう。さあどうだ、もういいねいいね、こんな雑魚なんだ。ああ倒せない、ハイドラが倒せないぞ、ハイドラが倒せない。そう、さあほぼオールダウンの状態なんで、これはかなり攻められるんじゃないか。いやークソ武器、射程短すぎる。優しすぎる。そうだよな、うん、射程短いよ多分。多分モデラーで射程短いしキル速遅いけど、めちゃくちゃ濡れるっていう武器なよな、うん。あークソ武器、ちょっとクソ武器持っててもジャンプができねえで。わあ。なんかどうした、クソ武器の、なんかクソ武器の、なんか本当に
お前射程短すぎてリベンジの意味が全くないっていう。ちょっとモデラーの人見ていこうか。クソブキこれパシュパシュで勝てるかな。さあガチャッサで作った。さあどうする。さあなんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。おーっと着地、これ分かれない。プロモデラー射程が短すぎて着地が分かれない。さあもう一人のね、プロモデラーの人ね、見ていこうかな。短いな。さあどうだ。ほんまこのクソブキどもめ。さあ射程が足りずにし、おーっとこれ着地が、おおこれは A 弾。今の前でって着地はえぐい。うわーもうやだ、ね、ああちょっと待って、やられてる、やられてるぞ、やられてるぞ。あー大丈夫か。あーとこれは俺なんだ。これはだいぶピンチ。これはやられるぞ、やられるぞ。やばいやばい。さあそれを続ける。さあ着地はどうなる。クソギア、まあ、どこにいるかわかっとんねんぞ、こら。なんかただのやからいるけど、ただのやからいますよ、こっちのチーム。はい。バンバンやってる、バンバンやってる、バンバンやってる。あ、倒した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 。クソギア。さあ防衛だけどカウントレスされてる。ちょっとちょっとなんか実況に、あーなんか、あー着地、どうなんどうなんだ今。パシュパシュ、ナイスナイス、おおナイスナイス。何度か防衛したけどカウントレスされてしまった。さあ残り1分半切ってるんで入れてかないとね。ちょっとハイドラいる、ハイドラいる、ゴールチー、ゴールチー、ハイドラでかくしてる。ハイドラなんかに、さあ射程が短い。さあどうする。サージャンもいる。さあここから反撃していきたいけどガチャされてきそうか。そうどうだ、このクソ武器で。あーこれやれしまう。さあちょっとリッター見ていこうか。リッター、リッター無印見ていこう。入れてけ入れてけ、いけるいける。さあさあ、あーいけそういけそういけそう、入れる入れる入れる、あ入れる入れる、あーダメだダメだ、惜しい惜しい、やばい、ほんま弱いな。これ1分けど簡単さやるね、簡単さやるよ、またいける。さあクソ武器対クソ武器、参加者のお子さんが今できないって。あれなんかクソ武器触ってる裏で、うそやん。うわーカラルシマ、この着地とかいうスペシャルゴミ。ほんまこのクソザコメインにさ、クソザコスペシャルってマジで何のために言われてきたお前。やっぱ着地がカラれるたびにこのクソスペシャルとは思うよね。うん、わかる。もうすいません。さあどうなる、さあどうなる、残り15秒でカウンターすらまだあるから、キルさえ取れればなんとかなるが、さあキル取られてる、さあキル取られてる。よしよし、さあこれはどうなる、さあどうなる、よしいける。これはどうだ、いけるいける、2対2だ2対2だ、2対2だ。おーっとこれはワンチャンあるか、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 これで飛んでっから、いけるか。はい持ちました。ああ、ハイドラいる、持った持った。で装置箱前に行く。さあそこでガチャガチャで持って飛べるか、まだダメか、飛べるか、うわ飛べるかな。おっとこれ着地、おお刺さってる刺さってる、お前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 、飛んで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 、あーもう武器弱すぎだろマジで。武器強かったら勝ったこの試合。そらすよ、武器強かったら勝ったわ。そらすよ、もう一番ガチザコやってらんね。うるさいチームやのここほんで。あ、失礼。じゃあゾンビとメイさん突っ込んでもらって。はい、私もちょっとゾンビ積んでます。そうですよね、だからよし、はい、3戦目のクソステ、okay、クソルールはモンガラのエリアです。ホルヨイ右行きますね。ここはちょっと悪名高いよね、だいぶね、はい、うん、悪名高い。ここから行きます。これどうしよう、なかなかちょっと対岸に手が出しづらい武器構成。なかなかエリアを取り返せない両面とも。これはだいぶ苦しいぞ。さあ上をボールドで、ボールドで、ボールドで、射程が短すぎて、おーっとこれ着地からしまう。ちょっとこれは着地のガンが出てしまった。相手2キルしてるんで、相手を2キルしてるんで、これはちょっといけそうだぞ。エリアさえ塗れば、エリアさえ塗れば簡単済みそう。ナイスです。9番で塗るしかない。タイガーは9番で塗れ。さあいけそういけそういけそう。さあどうだ、さあどうだ、さあこっち見てく。さあこっちはひたすらひたすらそいつまで、おっと追いかける。あーこれは振られた、あーこれはダメだ、これはダメだ、ごめんなさい。さあこれはちょっと対岸塗るのがかなり厳しいのでは。ちょっとあーランコしてんだけど、対岸どうだ、対岸どうだ、あーっとそのまま塗り切った。なんと根性で塗り切ったの対岸。ナイスナイスナイス、すげえ。ナイスナイスです。ひたすら9番投げてたら勝てるお仕事でした。お疲れ様です。アルファブロックはB チームの勝利。ありがとうございます。ちなみにこのソイチューバー塗りゼロで挑んでます。初めて使える。やっぱそうなるよな。でも使い方が分かんないです。分かるよ、うん、
ケルインとダイノマちょっとクソルになるのかどうか審議ですよね、あれは。あ、文句が、文句が垂れている。まあ確かにね。だけどそれ言ったら、ホコのボールの無印と銀モでもちょっとあれよ。わからんよ。普通強いからね。あ、ダイノマやられた。ダイナモやられました。さあ。一人もキルできません。スパイガジェットをカニカマさんちょっと見ていこう。さあ、倒せるか倒せるか。あ、これ走れない。傘の上からやられた。まくられてますね。で、一発も当たんないです。どうやって使うんですか、これ。サーキルだ、サーキルだ。やりました、ここを慎重に行かないと。保護者が一番。左通路を見た方がいいか。保護者が一番？保護者が一番強いで。確かにそうかも。保護者で、保護者が一番楽ですよね。着地で。そうかも。じゃ、今思ったら、ここをクソ引き無効にされるっていう。あー。確かに。ホコ持った瞬間クソ武器無効や。確かにそれはさ、だからホコガンガン持って、まあホコ書がうまく使えるならそっちの方が有利かもしれんな。全然使えません。全然当たんない。あーと、オールダウンだ。ダメだ。Cチームオールダウン。さあこれどんどん進められてしまう。これ一気に進むよ。止めてみせます。止めてみせます。止めるか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 。使えない。止めるか止める止める。さあけど5まで進められてしまった。そいつ、お互いクソ向きだ。ありがとうございます。ゴミのような対面。ありがとうございます。で、保護所強いやん。そう、保護所一番優秀ですよね。保護所が優秀なんですよ、この大会。この大会、保護所優秀です。お、これは、お、ワンちゃん、あーっと、これは、ボムピア着地で消されてしまう。さあ、ただ1キラ取ってるか、これ持てるか、無理か。なあ、持てない。一戦目はね、D チームの勝利。何も使えなかったです。武器も使えないし、ギアも使えなかったですよ。さあ、ベータブロックの2戦目はタチオパーキングのガチエリアになりました。さあ、どうなるでしょうか。自由に遊撃で。ダイナモン何がクソって動きが遅いことだよね。そう、そうやな。そう、動きやもんな。ナイスです。あ、ここに止まる。あ、抜かれてる。あぶねえ。くるともう止まれん。おお、どうだ、どうだ。あー、これは、着地の後、着地でやられてしまう。あー、もう、報復でやっちゃった。動きが。うわー、ショーカーなんか来た。人数的にはちょっと、かなりしんどそう。待てー。あー、これはスライドに落ちてしまう。また落ちました。このヨモギさんにとってはやはりクソ武器やったかもしれない。あ、だからスライドあかんて。スライドあかんらしい。スライドあかんらしいわやっぱ。先生行くよ、うん、お願いします。さあさあ、あ、ジェッパーなんかまともな、まともなスペシャルなんか久しぶりに見た気する。久しぶりに見たわ。着地ばっかやで、ね、さっきから。着地着地、こっちスパガジェ、スパガジェ、こっち左左左、スパガジェ、左バリ報告するやん。本気で勝ち抜きとる。上がってくるな。よしよし、頑張れ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 。スライドした、あかんて落ちるって。ナイスやれ。おおおお、どうだどうだ、残り15秒。濡れ濡れ濡れ。さあ、確保できるか。さあ、確保した。さあ、けど、カウント若干遠いよ、若干遠い。おーっと、この着地だ、この着地しんどい。スライドさえ、うわーうわーしんどいだ、うわーうわー、2です。これはもう絶対絶命。これはしんどいぞ。あ、やばい、濡れ。これ、ソイチューバー土台のだけで、あー、ソイチューバーだけだ。あー、どんまい。ダメだ。キルは取れたけど。全然ですよ。リベンジが意外と役に立ちました。そうなんすか。あれ、クソじゃないじゃないですか、じゃあ。クソじゃないのにめっちゃやられたんで。使ううちにこの強みに気づいていたパターンだ。ずっと見えてました。さあ、ベータブロックの3戦目、天海美術大学のガチャンさんになりますね。ここのね、ステージ別にクソちゃうと思うねんけどな、そんなに。あ、恐ろしい。VTuber で一人やった。ケルビンやりました。おっと、なんと、回線落ちた。回線落ちてしまった。回線落ちし、もう回線もクソじゃないですか。回線もクソらしい。射程も微妙、届きそう。あ、これ、はい。あ、ナイスでやりました。すげえ。ソイチューバーで、ダイナモ抜いてる。それよ。ソイチューバーなのにやれましたよ。ソイチューバーでやるべき仕事や、それ。ダイナモを倒していく。あそこ一人います。1個しかもない。5粒持ってます、5粒持ってます。5粒ずるいずるい、ずるい。デッパ無理。敵陣入るんで飛べますか。あ、あ、いいよいいよ。敵陣入るんで飛べるか。いい作戦、いい作戦、無理。あ、けどこれはこれにワンチャンかける、ワンチャンかけるのはあり、ワンチャンかけるのはありか。あ、飛べるか飛べるか。あ、飛んできた飛んできた。あ、いいよいいよ。これ、これ入れたね、これ入れて壊され。あ、入れた入れた入れた。お、リードしてリードしてリードしてリードした。いいぞいいぞいいぞ。ファインプレー、ピノさんファインプレーだこれ。ダイナモいますよ、ダイナモ。
さあこれ戻って防衛、もうこれってことはもう勝ち確ではガチで勝ちに来てる。でも延長入りますよね。そう、カウンターサルが出るんでね、延長入るんで。トラップ置きまくったらいい。そうや、トラップお願いします、お願いします。さあちょっとここから右下台になります。私あのソイチューバーで防衛しますね。できる気がしないですけど。頼んないなそれ。ソイチュー頑張れ。さっきてるさっきてるさっきてる。ダイナもやりました。さっきてる。そうジェッパ吐いた、ジェッパ吐いた。あーっとやったやったやった。落としました、とりあえず。おーやったやった。あ着地着地。おおおずるい。着地じゃない。ジェッパ落とした。おこれは勝ったんじゃない。勝ちじゃないですかこれ。勝った勝ち勝ち勝ち。やったやった。ありがとうございます。勝った。いやでもそう、この回線がクソだったおかげですよ。お疲れ様でした。お疲れ様です。決勝進出は C チーム。よっ、ありがとうございます。嬉しいです。みんな着地で。さあ、クソ武器、クソ捨て、クソギア大会決勝。順番に。さあ、向こう側見て、さあ、どうだ、さあ、どうだ、さあ、着地を打って、さあ、エリアを確保。そう、忘れていた。右にいるの何すか。この B チームはですね、すべて着地なんで。私。おー、抜けないよ、上げてやった。うわ、右上、右上います。右上、最中。動かないか、これ右来てます。あー苦しいぞ。やはりB チーム着地が4枚ということがかなりここで響いてきてるか。打開が死ぬ。あーっと裏から来てる。さあだいぶ取られてるぞこれ。おーっとこれはなるほど、武器だけじゃなくジャンプまでクソやったか今の。あ、この右手か、右手か、右手か、ハイドラ見てきたけど、あーこれダメージ、あーやばい。着地吐いた後どうしようもないと。そう、そうなんですよ。ハイドラ無印は着地吐いた後どうしようもないです。あーもう完全に無防備な状態でね、ほっぽり出されるんで。キャンマイ、かわいい。キャンマイ、やばいやばいやばい。さあ、ソイチューバー牽制するが、裏から裏からなんか吐かれている。あーあとこれ流されちまう。やめて、うわーしない、うわー俺苦しいね。動きが遅いからな。足元濡れないんですよ。そう、足元濡れへんのよ。うん、さあこれまたもや打開のシーンだ。足元は確かに濡れなさそう。さあ進まない。いや使ったこと全然ないから。さあ打開していこう。おお、どうしたらいいですか。さあ残りがもう10カウント近くになってるぞ。さあどうする、もう突っ込んで突っ込んで着地を、あーこしかない。おーっとこれはうちだ。さあどうする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 。なあ間に合わない。ごめんなさい、間に合わない。1戦目は C チームの勝利だ。着地しても濡れない。部屋とかならねいけるんだけど、着地がどうしようもない。歩いていく間にいる。うん、そうですよね。おほころばくなって壊される。さあ決勝の2本目はタチオパーキングのガチホコバトルですね。割はこっちの方が早いような気も。でも相手9番2つ持ってますよ。ここはまあめちゃくちゃ食ってるわけでもない気はする。左の壁から行きたい。射程が短いと壁を塗るのもしんどい。さあ矛はどこだ、矛はどこだ、矛はここか。さあ矛を持ってるのはカニカマさん。ウェイウェイウェイ、ボールド対決。もうこのクソ武器の大会でね、で一番安心できるのは矛持ってる時だ。あー今のもうちょい行ってきたかったね、塗っときたかったね。いいよって言って。さあ残り1人。さあこれはやりします、オールダウンだ。さあこれは行かれるぞ、これは行かれる。さあこれはまずい、これは一気に相手に前線を上げられてしまうのでは。絶対飲まれる。ちょっともうなんか喋りすぎて何も言えへんくなってきた。あ、スイッチです、スイッチです。待て待て、防衛します。あれ、おお、倒してる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 。防衛できました。倒してる倒してる。ナイス。おお、なんとボムでクソ武器を使って防衛した。あーとこれはまずい。おーっとこれはハイドラだ。残り一人残り一人、まずいまずいまずい。これはまずいだ。さあこれちょっと着地を止めて、さあ来てる、さあ詰めてきてる、さあ詰めてきてる、さあ詰めてきてる、さあどうす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 る。あこれしんどい、あこれ着地で服を消すが、これしんどい。あーっとカントルされた、カントルされた。これしんどい、これしんどい。え、ちょっと何これ。さあ大きくここが進んできました。カウント30、ここでオールダウン。さあこれは残りがもう時間がないんで、これラストチャンスだ。これ最後、これ最後、もうこのチャンスをものにするしかない。さあどうなる。ハイドラだけ警戒して。矛を持ったのはソイチューバーか。いや違うな、違う、ボルドでもない、はい、傘だ、傘。スパイガジェットだ。おっとやってる。さあ29まで取れるか。さあハイドラが死んだい、ハイドラが死んだい。あー届かない、いっちゃん死んだいぞハイドラ。うわーハイドラ死んだ、ハイドラが死んだい。ダメ、メインが全然当たりません。あーちょっと待って、これ逃げてる。あー無理か、あー無理だ。すいません。2戦目は B チームの勝利。これで1対1、3戦目までもつれ込みました。決勝激アツ。よし、最後頑張りましょう。そうですもんね、アロワナと一緒に。そうですね、
あ、だから片方ずつに同時に着地できれば、クソギア大会の決勝3本目まで行きました。ビーバースパークのガチエリア、ね、さあここもなかなか特徴的なんでね、なかなかのクソ捨てかなと思います。強いと思います。強いと思う。もうなんかハイドラが結構みんな見れちゃうから、タワー取っちゃえば。そう、ハイドラなんですよやっぱり。これハイドラがね仕事できるかどうか。固まった。さあどうだ。おー、来てる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 。おーっと、まずまず、おー、ほたさあ危ない。間違えた。ジュエリー塗ります。どうすればいいんだこれ。おーっと、これ塗ってるが、上登るが死んでるぞこれ。上登る、おーっと着地入った。明らかにハイドラと噛み合ってないスペシャル。おーっと、これ上から倒していく。さあこのポジション強いぞ。さあこのポジション強い。おー、強い。ちょっと待って、これ強いぞ。これはさすがに強い。ナイスです。ナイスです。これでちょっとだいぶ、では相手ねハイドラに手出せるのがなかなかないんよ。うん、上に投げるボムも9番ぐらいしかないかな多分。出ます1人。そうなのでスペシャル的にもなかなか上に届きにくいんで。おっと、降りちゃった。これはしんどいんじゃない。降りない方がいいんじゃないこれ。さあどうする。さあたまには戻らない。これはワンチャン相手にチャンスが渡ってしまったんじゃないか。さあ左から来てるんじゃない。大丈夫か。左は来てないか。左は来てなそうか。ナイス。さあやってる。さあ着地が来た。着地ばかりだ。世の中着地ばかり。さあ倒した。さあ確保した。振ります。さあ確保されている。さあこれは割と接戦か。うわ、めっちゃ着地来る。めっちゃ着地。おー、うまい。着地かれるか。おお、ナイス。うまい、最強すぎる。いいよ。さあここまではかなり B チームが押している。かわいいでしまーす。おー、着地だ。なー、ダメだ。今の着地うまい。さあこれはおっと、水中馬同士の謎の対面。さあどうなっている。こっちか。いや、こっちだ。あ、やった。水中馬同士のクソ武器対決。よしよしよし、ゴールド。さあこれは3です。3キル取っているので、これは打開できるぞ。やった。ちょっとこれもハイドラ見ていくか。中央います、メイさん。あ、傘です、傘です。そうだ、どうだ。やってる。いいぞ。ボンプ行きます。さあ、倒すか。おー、やはりハイドラ、ハイドラ強い。さあ、ただこれどこで着地を使う。登ってきたら国使うか。登ってきたら、おー、キルしてる。おーっと、9番。そう、これだけがね、これだけは厄介。ただこの9番以外はもう全く怖くないから。本当に、それよくない。うわ、このハイドラ強ない。うわ、強い。このハイドラ強いて。いれれ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 れ。あー、無理。あ、1ダスしてるが、1ダスしてるが。おー、着地よかった。やります。この登ってきたような着地、これもなかなか悪くないかもしれん。ここはナイスナイス。あー、死にそう。なるほど。あとちょっと待って、あと3カウント、2カウント、1カウント。うわー、勝った。そのままハイドラが強かったぞここ。すごい。着地もなんか噛み合ってたんじゃん。ここ3、4回着地勝った気がする。やっぱメイン強すぎますね。ロボム使ってないですもんね、結局多分。ロボほとんど打ってないですね。ロボム見てないですもん、ほぼほぼ。もうメインが強いんです。9番ばっか飛び交ってた。いや、お疲れ様でした。さあ今回のクソ武器クソ捨て、はい、クソギア大会の優勝はB チーム、はい、イエーイ。やったー。じゃあちょっと感想をもらおうかな、優勝チームには。そうですね、クソ武器、なんか普段使ってる武器はメイン、サブ、スペシャル、こうバランスよく使うみたいなイメージだったんですけど、はいはいはい、クソ武器を持った瞬間にメインを使うことを諦めました、まず。なるほどね。使えなさすぎて、はいはい、もう3試合目ぐらいでやっとチャージキープがあるのを気づいて。せやん。そんなことあんの。あ、そんなことあるんです。チャージキープの武器やで、あれ。もう代名詞みたいなとこよ。さっき買ったんです。マジで。それはえぐいわ。すごいな、おろしたてや。おろしたてだけど優勝してんねん、すごいな。ちょっともう皆さんのおかげですね。ああ、いい、いや、素晴らしかったです。 B チームおめでとうございます。ありがとうございます。優勝商品はありがとうございます。特になし。はい、一回。